フアンベルナとベラスコは、スペインバレンシア州出身のサッカー選手。パリ・サンジェルマン FC 所属。ポジションは DF。バレンシア県クリエーラ出身で、2000年にバレンシア CF の下部組織に6歳で加入した。2011年のプレシーズンでトップチームに帯同し、結果を残すと、2011から12シーズンの 開幕戦となったら新三端ール戦に18歳でスタメンとして公式戦デビューを果たした。もともとウィングとしてプレーをしていたが2013から14シーズンに左サイドバックに転向しレギュラーの座を獲得した。2014年7月バイエルンミュンヘンに1000万ユーロで移籍した。2018年8月31日 パリサンジェルマン FC に2021年6月30日までの3年契約を結んだ。2019から20シーズン UEFA チャンピオンズリーグ準決勝のライプツィヒ戦ではチームの3点目のゴールを決めチーム史上初の決勝進出に貢献した。代表レベルでは各年代のスペイン代表に招集された経歴を持ち2012年に エストニアで開催された UEFAU-19 欧州選手権2012で優勝し2013年にトルコで開催された 2013FIFAU-20 ワールドカップではベスト8に進出した2014年10月 UEFAU ロ2016予選のルクセンブルク戦とスロバキア戦に挑むスペイン代表に初招集されると 同年10月13日に行われた、ルクセンブルク戦で代表デビューを果たし、この試合で代表初ゴールを記録した。ありがとうございます。